李さんは、近日清将軍の歌の作詞などによって知られる、朝鮮民主主義人民共和国の詩人。環境南道北青軍出身。慶城第二高等普通学校を卒業し、日本の立教大学と早稲田大学に学んだ。この当時に、林和などと知り合い、社会主義系の文学運動に加わった。1931年の当時に結成された。 朝鮮プロレタリア芸術家同盟に加わり、中央委員として活動した。1932年に検挙されて、約2年間、東国の苦難を体験し、以後は故郷である北新に戻り、刺繍を発表した。コプフの活動をしていた初期には、現実参加的な叙述詩を書いたが、服役後に刊行した刺繍、待望、奮行、防用には、虚無的な情緒で、 弱気な知識人としての苦悩を告白する内容が入っている。太平洋戦争期間の間新日的な詩を発表した。1944年に毎日新報と新時代に発表された喪失賃額とが代表的なものである。この期間中は新日社会主義系の戯曲作品も創作した。幸福後しばらくして上京し、ソウルで 朝鮮文学科同盟に参加したが、それを除けば、主に北新を中心に活動し、自然に越北作家になった。環境南東衛産軍人民委員会副委員長、み南人民日報社編集局長を引き受けて、活動し、北朝鮮文学芸術同盟書記長も引き受けた。この時期に出した詩集には、花園、勝利の記録、ソ連首相等があり、 朝鮮民主主義人民共和国政権の成立に関連した政治的傾向性が強い歌を創作した。彼は朝鮮民主主義人民共和国で広く歌われている金日清将軍の歌を1946年に作詞した。この歌は朝鮮民主主義人民共和国文学で非常に重視されている狩猟継承創造文学の屈指の神髄とされており、 作詞者である李ちゃんは革命詩人として高く評価されている。彼は朝祖文化協会副委員長、文化宣伝省群衆文化局長、朝鮮文学芸術総同盟中央委員会、副委員長などを歴任した。連作映画《民族と運命》ではコプフに参加した作家としての彼の生涯に特に光が当てられた。彼の意外は愛国レ資料に葬られている。 彼は日本統治時代の末期に新日的であったとして2008年に民族問題研究所が発表した新日人名辞典収録予定者の名簿の文学部門に含まれ、また2002年に発表された新日文学者42人の名簿にも含まれている。新日作品は戯曲2編を含む合計8編が明らかになっている。 新日反民族行為真相究明委員会が発表した新日反民族行為者705人の名簿にも含まれた。ありがとうございます。